では今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は100万円で、投資の形態は融資でお願いいたします。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではまずご経歴をどうぞ。はい、オルカウト33歳、神奈川から参りました。最終学歴は、立命館大学中退で、現在の職業は、フリーランスのプロレスラーと熱波師、EC サイトの運営などを、フリーランスでやっております。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は100万円で、投資の形態は融資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は。プロレスを先祖返りさせる軽トラプロレスで、既存のゲート収入にとらわれずに全国を回りたい。ではオールオアナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。ではオルカウトさんのご経歴をお聞かせください。はい、愛知県出身で、大学を京都の立命館大学というところに行きまして、そちらで大学生がやっている学生プロレスというものを始めました。でその流れで関西のローカル団体などにも上がった後に、プロレスでご飯が食べたいと思いまして、大学を中退して、神奈川の大日本プロレスという団体に入りました。それが、2年前に、その団体を辞めてフリーランスで、今はプロレスラーと、サウナでタオルを振る熱波師、あとサウナハットを作って EC サイトで販売などして、それで、ご飯を食べているという状況です。はい、はい、じゃあ事業内容の方を、はい、簡単に説明してください。はい、軽トラックの荷台に金網をつけて、それをリングと見立てまして、プロレスをするイベントを企画運営したいと思っております。はい、面白そう。軽トラね。軽トラです。はい、軽トラで大きい男が戦うっていうのが絵的に面白いかなと。そんな狭いところでできるんですか。軽トラに金網つけるんですか。はい、金網をつけます。金網を設置して、その中で、なんで畳1畳半ぐらいですかね。1畳から1畳半ぐらい。はい、そんなところでオルカさんがわーってやった瞬間に軽トラバターン倒れるんちゃうの。そう、軽トラは案外倒れはしないんですけど。しないんですか。まあでも中は狭いので、はい、まあ大体やってると途中で狭くなるんで、外に出て場外乱闘をやる形にはなると思います。軽トラじゃなくなってる。でもまあ場外乱闘はプロレスにもございますので、はい、そちらのノウハウもあるので。でもほとんど場外なんじゃないの。まあそうなる気もしますね。はい、まだちょっと一度だけ試したんですけど、はい、その時は20分ぐらい試合がありまして、はい、リングにいたの1分半から20分ぐらいで、基本は外で、はい、やりました。全然いない。その1分のために、その1分のために250万使うんですか。でもちゃんとそこで、リングというか、軽トラがリングとしてあることで、お客さんを集めやすいと言いますか。そちらの集客効果というか、はい、狙っております。いや、面白い。まあ、リングがあれば場としては成立しますよね。確かに。まあまあ、リングなしでやったりする場合もあるんですけど、それだとちょっと、いまいち曖昧になりすぎると思いまして、はい、1個、分かりやすいタワー的なものがあるといいかなと。はい、すいません、今回の授業とはちょっと関係ないんですけど、はい、株式会社アドヨス代表高澤裕樹、イスラエルの大学院で学んだ後、広告業を主軸にビジネス展開。一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つ。モットーは責任ある自由人。誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。すみません、今回の授業とはちょっと関係ないんですけど、はい、熱波師って何ですか。熱波師はですね、サウナの中で蒸気を発生させてタオルを振ったりするような、はい、お仕事です。サウナの中にいるんですか。サウナの中でです。はい、で自分は熱波師の資格がありまして、それの講師なども、熱波師検定っていう資格がありまして。え、皆さん分かってるの。熱波師って分かりますよ、もちろん。熱波師検定っていう資格の講師もやってます。はい、あとサウナ講師もやってるんですか。はい、ちなみにどこのサウナでやってるんですか。一番最初にやってるのは横浜のお風呂の国というところで、はいはい、プロレスの先輩が引退した後にそちらで熱波師をされてまして、はい、そちらに教えてもらいながら。あ、井上さんですか。あ、そうです。はい、あ、井上さんか。あ、そうです。ありがとうございます。話が通じてるのが怖いよね。え、もう熱波師で何やるって。サウナの中でお客さんにタオルで風を送ります。
ロウリュですね。そうです。蒸気を発生させて熱い風を送るという、いつもより汗をかいてもらえますよっていう、そういう。それが仕事になるんですか？それも、はい、今は仕事になったりですね。どんな風にお金をいただけるんですか、それは？ですね、自分の場合は、お世話になってる他の熱波師の人がもらった仕事でスケジュール合わなかったりとかで振ってもらったりという形が多いですね。はいはい、で時間いくらとかで？その場合は1日いくらですね。はい。へえ、いろんな仕事がありますね。そうですね。はい。力強い風が送られてきそうですね。そうですね。パワーでどうにかしてる感じは。はい。そうだわ。こう見えてめっちゃ若いのがちょっと面白いですね。そうですね。33歳、ね、33回みたいな。10年前ぐらいから見た目そのままずっとなので、あと 7,8 年したら年齢に追いつくかなと思うんですけど、まだちょっと見た目よりは。今回の授業プランっていうのは、はい、トラックの方ですよね。トラックです、はい、サウナハット製作と EC サイト運営と、これ違いますよね。はい、これは今の生活の柱ですね。柱と、はい、柱です、そうですね。はい、で今日なんですけど、はい、自分がこういうの作ってるよっていうので分かりやすいようにこういうものを作ってきました。あ、レバトラを入れたサウナハットなんですけど、それは嬉しそうやな。これに関しては一から全部自分で生地の仕入れからサウナハットです。これはぜひ三浦さんにあげてください。はい、ぜひお願いします。確かに、でもこれずっと被りながら、はい、よろしくお願いします。トラのこう EC サイトでも売ってほしいですね。刺繍も全部自分で自前で家でやっております。かわいいでしょ。これいいよ。すごくいい。サウナハットに。あ、でもこれすげえいいな。刺繍がいいですね。いや、俺最近、はい、これ全然関係ないんですけど、サウナに入ると、はい、トリアイアグループ会長三浦哲郎、持続可能な社会の創造を見据えて古物売買から事業をスタート。鑑定士として YouTube 参入、光る買取鑑定団でも活躍中。オークション事業など多岐にわたるリユースビジネスを展開する。ヴィンテージに目を光らせる目利きの虎が志願者の真なる価値を見極める。サウナに入るとめっちゃ言われんすよ。サウナに入ってる人が振り向いて見てますよって言われて、はいはい、でサウナってフルチン状じゃない、はいはい、そうですね。で結構恥ずかしい、 いつも、はい、もう毎回言われるんで恥ずかしくなってきたんですけど、これつけたらより分かっちゃう。自分で言ってると思うんですよ。その場合裏返してもらえば、裏返らなくなりますので。いや、これで行こうかな、今度。これちょっと今度サウナ僕入ります。そうですね、こういうのをいい、ね、楽天とかで販売したりとか施設に卸したりとかしてます。へえ、もうこのまま行きますよ俺。ありがとうございます。よし、最後までこれで行こう。ありがとうございます。はい、はい、で何でしたっけ本題の。なんかさっき通路に変な金網があったんですけど、はいはい、あれは今日見せるんですか？はい、一応こういうものを使ってますよっていうのでデモンストレーションに持ってきてるんで。お、あ、じゃあ次も、はいはいはい、失礼します。すごいね。拠点が神奈川か。外から見ると意外と違和感ないですよ。本当ですか？いいじゃないですか。可愛いじゃないですか。これちょっと写真撮っとこう。これ多分 SNS に上げたら多分サウナの志願者なんだろうなって。プロレスとは思わないでください。軽トラックの荷台に設置したリングで繰り広げられるプロレス。オリジナリティあふれる提案で虎の心を引きつけるのはプロレスラーオルカ・ウト。進撃を続ける序盤戦。プロレス実演でさらなる一手を繰り出す。金網でですね、そちらの3枚目に、添付させていただいている写真がこちらの金網を使っているんですが、この金網を2段に立てまして、はいはいはい、90×120 の2メートル40ですね、うんうん、高さなんで地面からだと3メートル以上ぐらいの高さになります、うんうん、でこれで、本格的にやる場合はちょっと溶接などいろいろと展開をするので全く同じものではないかもしれないんですが、こういった金網を使っております。はあ、あとデモンストレーションの一環なんですけど、プロレスラーは体丈夫だよっていうので、これ試合でね使う椅子ですね。うわ、痛そう痛そう。よく見る、よく見るこの椅子。絶対痛いやつや。で僕、ね、デスマッチとかもやってるんですよ。傷だらけで、蛍光灯で殴ったりとか。いや、椅子ぐらいだったら全然いけるんで。はい、なあ、すごい。まあ、痛いです、痛いですけど痛いけど、どうにかいけます。ちょっと3エイトさんやめてください。すごい、今もう下の階からクレームが聞かれないんですか。はい、すごい、すごいな。はい、そんなところの人間よりは働けなくなることはないので。丈夫だわ。驚かしました、うん、いや確かにびっくりした今。いやありがとうございます。失礼します。面白い。
ません。もうすごいよ。よくわからないことをしてしまいすいませんでした。いやいやいや、もう臨場感出ましたね。ありがとうございます。うん、はい、ファイ。歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、年商14億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使し、ホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？ファイ！はざいます今ね、ちょうどスタートっていう。すげえな。なので今も見ていただいて分かると思うんですが、実際に受け身を取るスペースはこのぐらいの狭さでも僕の体でも取ることができるので、軽トラの上で受け身を取ることも可能です。で、あれですか、なんかその場所を借りて公演を開いて、はいはい、お客さんに来てもらってってことですよね。そうですね、まあ、最初に、3枚目に貼っているイベントの場合は、お風呂のスーパー銭湯のイベントの時に呼んでいただいて、うん、そちらでギャラをいただいて運営をするという形でやりました。最終的には自分でイベントの運営もしまして、他にもキッチンカーなどを集めて、そちらからの収入も得ようかなと思っております。お客さんとかってどうやって集めてるんですか？普段はですね、 SNS の告知などが主になっております。どんくらい集められてるんですか？そうですね、最大で自分のイベントだと60人ぐらいとかですね、有料のゲート収入だと、はい、そのぐらいですね。すごい、はい、すごいわ。え、これはどこでやるんですか？まあ、駐車場の大きさがあればどこでも可能ですので。あ、もう呼ばれたら行くっていうようにして、ね、はい、基本的にはお呼ばれする、はい、が基本で、そこから広がっていけば自分でも運営をしようかなと思ってます。ウーバープロレスみたいな感じですね。アズール株式会社代表青笹博文、稼げるフリーランス、パラレルキャリアを育てる医学生マーケター青、スキルを仕事に変換する案件獲得スクールをはじめ、数々のビジネスを展開する。青き大会に船を出し、大勢に飛び立つ羽を授けるこの男、青より出てさらなる深みを持つ青を求める。ウーバープロレスみたいな感じですね。まあ、そうです、そういうことも可能かなとは、はい、また自宅の一箇所あればいいので、はい、見たいなみたいなで、投げ銭とか。そうですね、それが基本で考えてはいます。そうですよね、やっぱりゲート収入だとどうしても今お客さんが集まりにくいので、はい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 、あんまり投げ銭だけだとちょっと集まりにくい場合は、一緒に写真撮影をしたりなと。サーカスの帰り道に象と写真撮るみたいなイメージで。たまにお客さんも乗って一緒に写真撮れば記録になりますよ、みたいな。万歳しでもやった方がよくない？ものすごくコミュニケーション能力高いですよね。ありがとうございます。そう言っていただけると。なんで立命の法学部行ったんですか？ですね、僕が行った中学高校が結構進学校だったんですけど、はい、まあ、地元の国公立はちょっと受からなくて、はい、で立命館に、まあ、たまたまどうにか受かったという形ですね。うん、結構な進学校でそうでもなくないですか？ですね、僕よく知ってます。岩井社長、そうですね、はい、ご存知の通り、僕の学校のお偉いさんが岩井社長の後輩の方で、はいはい、で進学校、僕は柔道で入ったので、うん、中高一貫の私立に柔道で入ったんで、僕からしたら結構勉強ついていくのも必死だったような状況ですね。柔道で全国優勝するような学校なんですよ。はい、それが法学部に入ったんですか？自分、はい、そうです。そこがまた変わってますよね。ちょっと途中で柔道をやめてしまったので、はい、しっかり勉強はしなきゃというので、はいはい、頑張りました。法学部に、はい、面白い人だな愛知県で一番有名な、子供が通う大石道場っていうところがあるんですよ。はい、柔道ので彼は大石道場の出身で、そこで、まあ、力がある と、その大成中学校とかが、要はその力だけで入れてくれるんですね。今から30年ぐらい前にできた新設校なんですけど、ですごい頑張ってて、いろんなもので、はい、でそこで柔道部だったね。はい、僕は柔道部で、その柔道の多分一番最初にスタートした人間が僕の1年後輩なんですね。はい、武井大学。はい、そうです。はい、はい、なんですごい、なんか地元の人来たと思ったんだけど。ありがとうございます。面白いね。でも今回出演の動機としましても、そこの中学高校の同級生が令和の虎大好きで、それでいろいろやってるんだったらこういうのもあるから出てみないっていうので話をいただいて、それで今回応募させていただきました。その同級生の後輩は僕のことを間接的に知ってましたか？知ってました。いまだに大勢に関わってるので。あ、そうですよね、はいはい、パワーに生きてやっぱ勉強かなって思って立命館行って、はい、やっぱパワーだわって思ったわけです。そうですね、ちょっと曲折はだいぶ、はい、減ってはいるんですけど。何回生で辞めたの？自分は6回生なんですけど、1年休学したので7年間いました。医学部の僕より大学生活の長いです、はい、中身はちょっと薄めになったわけですね
立命館もあのこのプロレス同好会みたいなものっていうのは結構有名なんですか？そうですね、あの卒業生で一番有名だと新日本プロレスの棚橋博選手という方が、はい、いまして、なんで結構あの学生プロレスの中でも老舗の方の団体です。あれ本業のプロレスはやってないんですか？あ、今もやってはいるんですけど、そんなに試合数がないので。あ、なるほど、はい、なんで収入の比率だけで考えるとプロレスラーというよりは熱波師かサウナと職人の方が、はい、フリーランスのプロレスラー兼熱波師ってことですよね、はい、そうです。なるほど。じゃあプロレスラーにもフリーランスってあるんですか？あります。僕も知らなかったですよ、はい、フリーランス、ね、それってじゃあ大きな団体に呼ばれて行ったりするんですか？はい、そういうこともありますね。1試合あのこの試合出てっていうオファーをいただいて、そこに試合の日だけ行って、で日払いでいただいたりとか、そういう形ですね。リングネームがオルカウト。はい、そうです。あのオルカがシャチという意味で、自分の愛知県出身なのでシャチホコとかいろんな意味があるので。なるほど、はい、愛知ですね岩井さん何回かリングネーム変えてらっしゃるんですか？もともとは本名の宇藤義久という名前でやってまして、で今のリングネームに変えました。うーん、オルカで出てくるな2020年の大日本プロレス対談はこれは どういう経緯で対談されたんですか？ですね、まあ、ちょっと、自分のやりたいこととかを伝えてたはいたんですけど、まあ、うまくいかなかったと言いますか、はい、なんかちょっと説明はしづらいことがあるんですけど、はい、申し訳ないです。今回軽トラックの、はい、まあ、取得費で回収費がかなり、はい、割合かなとも思うんですけど、はい、さっきのこうパフォーマンスを見てると、この軽トラックの上でやるわけですよね、はい、基本は。軽トラック大丈夫ですか？そうですね、そこに関しましては自分父親が車屋で、はい、その辺に詳しいのでちょっと相談しながら、何なら回収とかも込みで考えてます。あの見た目の回収もなんですけど、サスペンションの回収だったりとか、その辺も込みでちょっと考えようかなと。強度を上げた軽トラックにして、はい、そこの上でやるってことですね。そうですね。なるほどね、うん、なるほどね。なぜ軽トラなんですか？なんで2トンとか4トンじゃなく軽トラなんですか？はい、ですね、でかいプロレスラーが軽トラに乗るっていう絵面が面白いかなと思いまして。なるほどね、はい、今の時代写真とかでもあの、うん、インパクトがないと繋がらないので、実際これ面白い質問なって、そのパスでちょっとこの絵面白いっすね、はい、あとはあの軽トラ市とかそういうイベントが結構増えてるので、あのキッチンカーだったりとかそういうのもありますので、それと並ぶんだったら軽トラの方が形としてはいいのかなと思いました。そうよね、確かに。これぶっちゃけ自己資金150万あって、はい、タイガーファンディング100万だけじゃないですか、はい、お金あるんですよね本当は。まあ、ちょっと、ですね、自己資金、そうですね、頑張ってどうにか出してというか、あとは親類に話もしてとかですね、うん、あのほぼ宣伝目的。いや、宣伝目的もあります、そこは、うんうん、そこはあの嘘をついてもよくないので、うん、宣伝目的があるのと、あとは結構大きな比率としては、まあ、自分としても自分なりにも奇想天外なことをしてると思ってるので、うん、それを虎の方々に聞いていただいてどういう判断をしていただけるかっていうのが、むしろ、はい、ポイントというか目的かもしれないです。なるほどね、はい、なるほどね、ま、毎回一緒の方とやるんですか？そうですね、基本は3人ぐらいで一緒にやってるメンバーがいまして。なるほど、はい。でまあ、広がっていけば他の人を雇ったりとか、うん、自分は試合せずにその人に試合してもらってギャラを払ったりとかいう形もできるかなとは思っております。軽トラプロレスやられてる方って他にいるんですか？いないですね。いないんだ、はい、あの場外乱闘の中で軽トラがあったからその上に登って何かしたとかはあるんですけど、うん、軽トラを目的というかメインには持ってきてることはないです、まあ、じゃあもう発明品なんですね。そう、まあ、そうですね、オルカさんの、はい、へえ。世界に一人だろうねこれやろうと思った人。そうですね、いないしネットもないですね。ないと思います。すごいな。軽トラ市でイベントプロレスとかはあるんですけど、はい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 、やっぱこれって軽トラの荷台の上で、はい、例えば何か技をかけた時ってやっぱすごい感じなんですか？はい、その音は、はい、結構大きい音が鳴りました ね、 この前試してやった感じでは。それが面白いんだ。そうですね。通報とか大丈夫ですか？そこの辺はまだ考えれてはないんですけど、あのプロレスの興行ができるような場所でしたら問題ないと思います。普通のリングの方が音は大きいので、はい、敷地みたいな。そうですね、個人の敷地とかが前提かなとは思います。あの人知り合いですか？
見学の方で先ほどお会いしてちょっと意気投合はさせてもらったんですけどそんだけそれだけです。もともとの試合ではない。試合ではないです。たまたま共通の知人はいるんですが。そうなんですか、はい、体でかいと思ってましたね。彼アームレスラーなんですよ。そうですね、アームレスリングの兼ね合いで、はい、僕の上がったら団体の OB さんと接点があるみたい、はい、自信あります彼に勝つ。いやないです。ないないです。はい、僕はプロレスならいいんですけど、はい、他の競技は別物だと思ってるので絶対負ける。負けますね。やっぱりそんなに強いですね、はい、自分も学生時代にアームレスリングの道場通ったことがあるんですけど、はい、やっぱり別物でした、技術力とかいろんなものが簡単に変わってくるので、はい、なので映像として負けるのが残るとちょっとマイナスなので、はい、早い。そこはちゃんと返しうまいね。打算はちょっとはい、すごいなんですが、いや、そのコミュニケーション能力はどこで培ったんですか。ちょっと自分でわからないですね、はい、前から割とこうわあ喋れる人でした。まあ結構中学高校の時はそうでもなかったんですけど、はい、大学になって学生プロレスしてから表に出るようになってからかなとは思います、うんうん、なるほど、はい、プロレスラーオルカ・ウトウの挑戦。そのキャラクター性とビジネスのオリジナリティを武器に快進撃を見せる。次回、和やかなムードで進むタイガーファンディングに新たな展開。トラ、岩井が切り込む。奥さんはオルカさんのことをどう見てるんですか。ですね、妻もプロレスラーです。あ、そうなんだ。そうです、はい、同業者で、はい、妻の方がだいぶ格は上なんですけど、